ちゃんと地元の怒りの場になってる感じで良かったです ね。そこの建物とかも普通に綺麗やしね。さてとってことでね、あの居酒屋で寄ってきましたけど、いやあの中のお店とかもすごくおしゃれですし、あのトイレね、あのかね、またお前トイレ行っとるんかって言われそうですよね。めちゃくちゃ綺麗なんでね、全然これ若い人が来ても、それは若い 人をね、結構見かけるなと思いますけど、やっぱこういう風にね、お手洗いとかね、あのアンウェニメントとかもしっかりしておって、で、中のところがやっぱイートインカフェみたいになっておって、なんか軽食とかもできるし、まああのお客さんもね、繁盛しとって、ほぼほぼもうお席も埋まっておったんですけどね、なんかね、芋、この辺りね、なんだったっけ、このね、あの、金庫芋っていうね、お湯、お湯のお店、上田商店さんってところが咲いてるらしいんですけど、ってことで、東大カフェってことで、本当にね、全然、名古屋のね、街中とかになってもおかしくないような感じの店の作りでね、中のスタッフさんとか若い、方がね、咲いておって、すごいあれですね、っていう。うん、で、地元のその、干し芋、干し芋、がもともとあれなのか、金庫芋っていうので、なんでそれを、使ったなんかいろいろ干し芋も売ってましたし、でちょっと気になったのがあったんで、ちょっと写真出しておきます。こんな感じでね、芋の何これ、芋シロップ、要はあのメープルシロップのさつまいも版みたいなのらしいもんで、これちょっと気になったんで買ってみました。なんかスイーツとかでね、いろいろ合わせても美味しそうですし、これちょっと楽しみやなっていうので買ってみましたよっていうね。他にもいろいろとね、ロールケーキとかもあったり、あ、これ芋蜜ですね。芋蜜。これを買ってきましたけどね。うん。で、他にも結構いろいろお土産物だし、もちろんイントインでなんかね、ロールケーキとかも売ってたりしてるし、あの、普通におしゃれなカフェですね。で、あの、モダンカフェで、いろんな、ね、高さの椅子がバーってあって、それぞれのところでこう、くつろいでって感じで、もう結構、地元のお客さんでも人気をやってましたんで、これは非常に、なんか、あの、正直、志摩半島の、ね、先っぽの、ね、ところなんでね、まあ、言っちゃあれですけど、まあ、いわゆる、ちょっと寂れた感じのね、あの、灯台がポンとあってね、で、まあ、ちょっとね、あってね、まあ、ちょっとね、あの、おばあちゃんがね、やっとるようなね、ちょっと、ボロボロって言ったらあれやけど、のね、売店とかがあるぐらいなのかなと思ったら、なんのことはない、めちゃくちゃ競争力があるんじゃないですかってことでね、それはね、あの、こうやってお客さんも来るわけでございますよ、ということで、いいところ見つけましたね。いやー、いい旅の、正直ね、あんまり取れたから期待してなかったんですけど、今回ね、これ結構今回いい感じになってきましたね。で、あ、そうだ、大王崎の場所だけ調べとかないというかね、大王崎行く途中に、阿古の松原の海水浴場があるから、そこの前はしれっと通ってきて、大王崎灯台の方に向かってきましょう。ナビ開始。何分 ?24 分。よし。頑張ってずーっと南の方に進んで、まあ、海岸のようね、南に進んでおればね、着きますからね。まあ、毎回この手のことを言っとると、道間違える、フラグなんですけど、まあ、行ってみます。そういえば、スマホで音を別撮りにするとか言ってましたけど、結局あれですね、途中から忘れてましたね。あ、結構大阪方面とかからも来てるんだ。こんだけ綺麗なところ、私もまた来たいなと思いましたもんね。これは素敵なところを発見しましたよと。いや、なんか地元のこともいろいろと分かって、いい感じの旅になったじゃないですか、これね。軽く終盤戦に入ってるかのような空気出してますけど、考えてみたら、12箇所回るうちのまだ3箇所しか回ってないんだよな。いや、あの、4箇所行ってるか。4箇所行ったら。いや、きつい。あれ、後半どうすんだ、浜島カントリークラブとか、どうすんだ、あれ。展望台、展望できねえぞ、多分もう。だんだん雲も多くなってきましたしね。さあ、順調にやってきましたけど、こっから。
なんて言ったらいいんでしょうね。私もともとそんな人混みとかがね大好きなタイプじゃないんで、あれね、あれくらいで、その観光の時期にあれくらいがちょうどいいんだよな正直訪れるのにね、うん、まあもちろんね、うちの動画でね見てね、もう満員御礼ですみたいなね、そんなもんね、もらったらそれはそれで嬉しいんですけど、うん、まあね、うちの拡散力じゃそうはいかないでしょうから、まあ、だからいい具合にね、ニーズに合ってやってる感じになるんじゃないかなと、いう感じでございますね。さあ、で、さあ、海岸線近く、ずっと行かないといけませんからね。それで、大谷ちゃんは、これはね、なんか歩きだったらもっと行きやすい道とかあったのかな、え、すごいな。さっきのところからここって結構ありますもんね。歩いてきてはったのか、それともなんか近くに駐車場に通ったのかな、まあ、地元の方なんでね、多分ちょっと止めれるところとかがあるのかもしれませんね。さあ、向かうは大王崎です。でその前に海岸もね、ちらっと見てきますが、もうね、11月の海岸なんでね、お、坂の上、これで今のあれですもんね、国分寺のところですもんね。まっすぐでいいのかな、これはどっかで曲がらないといけない。この横ら辺を海岸が走ってるみたいでしょ。一応完全制覇だから、一応海岸と一応飛びとくか、どっかで海岸で撮れるはずだけどな。それ以上もここは自転車道広いね。横のここで歩道自転車道になってるみたいですよ。こんだけ広く撮ってあったらいいよね、うん、まあ立派な道だけど、やばい、ここ崩壊的に行っちゃダメなんだ。途中でどうか分からないといけない。これ同じ61号線なんだ。なんなんだ、さっきとは運転の差だねちょっと差がありすぎやしないかい。でしまったな、これ反対側から入るとカメラ向きは逆になるからな。まあでも致し方ない、それでその作戦に行くしかないですね。多分これもう海岸線のところストーンとめっちゃ快適な道ですけどね、こういう時に限って快適に走っちゃうからな。ああダメだ、これでは、名所があっという間に過ぎていってしまう。お、何これ、あ、ロッジみたいになってるんだね。あー、ここ左に曲がれば、海岸が少しは見えるかな、どうかな。